工業科高校応援プログラム青春工業ハイスクールクリップ。こんにちは、太郎です。東海エリアは自動車産業や航空宇宙産業を中心とした世界屈指のものづくり集積地です。そして日々ものづくりへの情熱を育んでいる高校生たちは、このエリアのこれからの産業を支えていく原石。青春工業ハイスクールクリップでは、そんな工業科高校に通う学生に学校のことや将来のこと、いろんな話を伺います。青春工業ハイスクールクリップ、池戸製作所の提供でお送りします。池戸製作所では、共にものづくりをしてくれる社員を募集しています。自発的に発言し、周囲の人たちと一緒に成長できる人、新しいアイデアをどんどん生み出してくれる人、あなたの長所を伸ばしながら、あなただからこそできることを一緒に見つけていきましょう。詳しくは池戸製作所で検索。さあ、今回も先週に引き続きまして、愛知県立碧南工科高等学校をピックアップしていきたいと思います。お二人、改めて自己紹介をお願いします。はい、電子工学科3年、古賀優也です。はい、環境科学科3年、榊原ラムです。よろしくお願いします。お願いします。いやね、まあ、購買のチョコパンが美味しいみたいな話をこの前しましたけどねまあ、とにかく大会に2人とも、まあ、受賞経験があり、榊原さんが何ていう大会でどんな受賞をしたんだっけ。化学分析の大会で、うん、東海大会3位です、うん。そして古賀くんは高校生ものづくりコンテストの電子回路組み立て競技で全国大会関東賞、うん。そうなんです、はい、この長い歴史の中でもね、かなり優秀な人材を2人今日はピックアップしていただいたと。2人はこうラジオに出たいよって立候補してきてくれたんだよね。違うようですねやっぱ先生たちがやっぱり優秀な人たちよっていう感じでね。さあ、では今週はちょっと深い部分聞いていこうかなと。なんでお二人がこの学校に入ったのかなっていうのが気になって。その中学の時に理科の授業がすごい好きで、それで興味持って、うん、そうですね。ちょっと待って、アンケート見たけどさ理科の授業で電気分解を行い、化学変化に興味を持ったことがきっかけです。すごいな、もう科学者のね、もうねここから生まれたみたいな。なんだろう、薬品をあまり取り扱えなくて、うん、そのテレビで DVD を見て勉強したりが多かったので、実際に自分もやってみたいなっていう。なんか本当にそうなのかなみたいなねテレビだと半信半疑だもんね、はい、やってみると気づく面白さ、うん、はい、これは今味わえてるんだ、はい、そうかそうか。じゃあ古賀くん、古賀くんは電子工学科だね、なんで入ったのかな、はい。僕自身高校卒業したら働きたいなって思ってて、うんうん、これから働いていく上では、うん、なんかインターネットとかそういう IT 関係に関する、うん、だってプログラミングだったり、シーケンス制御っていうものだったりも、先週言ってて、はい、俺がずっとハテナばっかのね、はい、時ね、うんうんうん、もうこれから使っていけるなって思って、そういうの学びたいなって思って。そうか、学校がそもそも、就職内定率 100%、 気づけば電子回路組み立て全国大会行ってたと。はい、すげえな。あ、それが先週言ってた本当努力の積み重ねでっていうのはそういうことなんだね、はい、なるほど、意味が分かりました。お二人が今学校で、まあお勉強でもいいし、学校で頑張ってることってそれぞれ聞いてもいいかな。榊原さんが聞いていい？頑張ってること、うん、そうですね、まあでも今3年生で大会も終わってっていう状態だよね。そうですね、はい、そうですね、就職試験も終わったのでそうか、そうです、そうです、3月9日、もう卒業してるか。はいこの声はもう卒業後に聞く、なんか未来の自分へのね、なんかお手紙的なね、はい、あ、そうかそうか。何頑張ってた一番学校では。そうですね、実習ですね。一番好きな実習なんだった、うん。一番好きな実習は水質検査がすごく楽しかったです。水質検査、大会でも言ってたけどね、カルシウムとマグネシウムをね、はい、うん、どんぐらい入ってるか調べる。そうです、実習だと近くに川があるんですけど、うん、そこからバケツで水すくって微生物を調べたりだとか、その含まれてる菌を調べたりだとかしてました。古賀くんは学校を通して何一番頑張った？もうさっきでもやったんですけど、やっぱ大会ですね。大会ね、はい、大会のために全て捧げたみたいな感じはあるか。1年生の後半からずっとこれに捧げてるすごいな
だからさ、コロナ禍とかもあってなかなか文化祭とか難しいようなね、うん、あの時代に学生をやってるっていうのもあってさ、で唯一やれたその文化祭とかもね、大会古賀くんね前乗りしなきゃいけないから途中で行っちゃったんだよね、はいはい、泊まりで大会だからね、はい、それは全勢力注いでるよね、はい、どうなの、やっぱピリピリしてるの、大会で集まった人たちは。僕はでもピリピリしてたっちゃしてたかもしれないんですけど、あの僕自身なんかここまで来れたことに結構なんか満足していて、もうこっから先はもうとりあえず楽しみたいっていうか。そうか、だから本当楽しいんだね、うん、そうか、よかったよかった。じゃあ将来のことも聞いてみようかな。これからどうなりたいですか、榊原さんは。どうなりたい、まあどんな仕事がしたいでもいいですよ。そうですね、やっぱり環境について詳しく学んできたので、うん、そのなんだろうな、その中で、うん、その環境に一番影響を与えてるっていうのが自動車の排気ガスとかだったので。あ、一番が。そうですね、大気に関して、大気、自動車の排気ガスがすごいあの悪影響を与えてしまうので。そうなんだ。自動車、エコロジー化に関わるような仕事をしたいなというふうに思ってます。今就職決まったところは、はい、あんまり、ね、業界は言えない感じ。言っても大丈夫。自動車に関連する。自動車に関連する、はい、じゃあもう直結してそういうところが将来できそうかなっていうのはあるんだ。そうですね、はい、そうかそうか。排気ガスやっぱ環境結構あれなんだ ね、はい、あ、気をつけよう、ね、車もさ無駄にね、うん、エンジンをねバーッと吹かしてたりっていうのがね、うん、そうか。古賀くんは。あの僕もさっきあの言った大会やっぱここまで来たので、やっぱここから先はあの技能五輪の選手に。技能五輪、はい、技能五輪ってごめんなさい、どういうあれなんですか。あのまあ東京オリンピックとかってあるじゃないですか、うん、まあ、それ のこういうハンダ付けとかプログラミングとか、うん、そういう技術バージョンと考えていただければ、うん、でそういったもので世界大会がってことなんだ。ありますね。マジでみんな基盤をこうやってだったりもいろんな種目があるんですけど。へー、そこのやっぱり電子回路のところでさらに腕を磨きたいなって感じ。あのやっぱ適性もやっぱあると思うので、うん、やっぱそこら辺もまた見ていろんなものにチャレンジしていきたいなって思ってます。うーん、技能の本当面白さをねこれからもどんどん知っていきたいみたいなこと書いてあるもんね。めちゃくちゃ真面目やん、すごいな。消しゴムで休み時間遊んだりしないの、なんかあの飛ばし合って落とし合いみたいな。まあ、こっそり何か物を取ってからかったりはしてますよ。ああ、いたずらね、はい、やっぱいたずらします。人間だ、よかった。やっぱいたずらしますね。小賀くんね、ちょっとこの写真も見せたいぐらいだけどね、姿勢がね、完全アナウンサーのね、ベテランの人の呼び方なのよ。めちゃめちゃ姿勢もいいし、ちょうどね、原稿とのこう顔とマイクの距離がね、マジでアナウンサーなのよ。塩見アナウンサーぐらいベテラン感あるからね、CBC で言うと。すごいな。いやでもほっとしました。そうかそうか、もう完全にお二人はなんかこの日本の未来を背負ってるような気がします。これからね日本を明るくしていただきたいなっていうふうに思うし、お二人の夢ね微力ながら応援させていただきたいなと思います。そして古賀くんみたいにテレビ出演は慣れてますから言えるような芸人になりたいと思います。ということで今回も愛知県立碧南工科高等学校から電子工学科3年古賀優亜さん、そして環境科学科3年榊原ラムさんにお話伺いました。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。50周年を迎える東明工業は航空機、ロケット、自動車、船舶などのモビリティ産業に携わる会社です。卓越した技術力と行動力をエネルギーとして新しい時代に挑戦し続けます。詳しくは東明工業のホームページをチェック。青春工業ハイスクールクリップ、東明工業の提供でお送りしました。